こんにちは、高橋優です。今日はこちらにコラボ相手の、はい、ギャルが来てくれました。こんにちは、せなです。お願いします。せなちゃんです。もう、はい、何歳になった？今21なんですけど、うん、3月で22歳。22歳。はい、私は33歳になる年なので、うん、11歳差ですね。せなちゃんもママなんですよね。はい、そうです。長男が1月で4歳になるんですよ、うん、はいはいはい。娘ちゃん、ララちゃん、はい、は3月で、5歳になります。早生まれで。そっかそっか。そうなんです。じゃあ、ことは前世で込めて。ママトークしながら、なんとですね、今日はこのせなちゃんに、ギャルメイクをしてもらいます。イエーイ。不安なんですけど、大丈夫かな、綺麗にできるかな。絶対に綺麗にしてください。はい、ちょっと頑張ります。ガチね、俺のギャルメイク、はい、ガチ惚れ。32歳もまだまだギャルいけるぞっていうところを見せたいし、はい、ギャルには憧れてきた、はい、世代で言うと、はいはいはい、ちょギャル雑誌にもいたんですよ、昔ね、うんうん、ギャルになりきれなかった部分があるので、せなちゃんに仕上げていただきたいなと思います。わかりました、任せてください。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。私はメイクを落としました。全然変わりません。信じられん。変わる、変わる。私でも全然わかんないですよ。では早速お願いしたいんですけど、はい、何からやります？コンタクトをつけてもらいたいんですけど。わお。 14.5mm の結構大きめのカラコンになってます。ええー。めっちゃ人生変わるんで。めっちゃ緊張するだけ。これはせなちゃんの、はい、私がプロデュースしているカラコンなんですけど、結構女の子っぽい黒目がちなカラコンなんで、うん、へえ、なんか万人受けするような。あ、女の子っぽくちゃう。似合うと思う。似合うかな。はい、いきます。え、いけるかな。めっちゃ久々。すごい。え、かわいい。え、これこっちつけてる。すごい。え、すごくない？はい、似合ってる。そう、せなちゃんと同じ目ん玉してる。下地？下地。私肌はもう本当自分の肌の色とか無視して、いかに白くするかっていうのを大事にしてるんで、うん、白なんや今のギャルって。いや、黒ギャルもいるんですけど、私白ギャル分野で。なるほどね。結構ちょっと緊張しちゃう。どうしよう。緊張して暑かったから下地がひんやりして気持ちいい。若いっていうのもあるけどさ、うん、めっちゃママにいい意味で、ね、見えないよね。本当ですか？こんなに飲んだっていうぐらい。嬉しいです。産後ダイエット頑張った？え、めっちゃ頑張りました。私の人生で一番気合い入れた、うん、産後ダイエットっていうぐらいめっちゃ頑張りました。え、何したの？食事制限と、うん、骨盤矯正なんですけど、うん、食事制限結構過激にやったんで、うん、1ヶ月で16、うん、18ぐらい落としました。え、妊娠で何キロ太ったの？18キロです。あ、18キロ太ったのを1ヶ月で直したの？1ヶ月半ぐらいだったかな。でも高校生だったんで制服着るんで、うん、めっちゃ美意識も高かったんで、うんうん、早く痩せたいと思って。すごい。次はそしたらこれディオールのファンデなんですけど、00番って本当に白い。これ買う時に店員さんに、あの、ダメなって言われました。白っ。もう塗装する勢いで出てください。やばいってこれ。全面に、全面に。絶対全然大丈夫なんで。馴染んでくるんですよね。絶対。いや、大丈夫です。私のメイクは、うん、結構ピンクピンクピンクって感じのメイクなんで、割と万年受けしるメイクです。何を持って均等かな。ちょっと待って、ちょっと待って。いい感じです。はい、いい感じ。いい感じです。とっても。ここからどうなるのか。ここからメイク塗り良くするために、うん、パウダーを目元と眉毛だけだけ。 OK です。ありがとう。お、よし、何からやろうかな。可愛くなる方向で。わかりました。アイシャドウクリオ結構ギャルの中でも人気で。あ、そうなんや。はい、ピンクメイクするとき、このクリオのこのシャドウめっちゃおすすめです、ね、いろんな。確かに捨て色がない。ピンクです。
もうちょっとピンクいける気がする。おお、チークでやる。はい、プロっぽいね。プロっぽいですか。なんかプロのメイクさんってさ、本当にチークをアイシャドウに使ってるから。あ、確かに。撮影とかも、はい、自分メイクが多かったりする。今アゲハ所属してるんですけど、うんうん、アゲハチャンネル YouTube の撮影の時は自分。あ、自分なんや。ベースをちゃんとやるから色がね、ちゃんとつく。そうなんですよ。アイホールすごい広いですね。あ、そうか。だから確かにもうちょっと広くやってもいいかも。そう、すごいメイクしやすいです。なんか、え、そう、はい、思ったら嬉しい。まさかね、一人メイクしないのね。だいぶピンク感が増しました。どうでしょう。ラーメン命だよね。ラーメン命ですね。骨盤矯正行ってたって言ったやん。はい、さんも、はい、どんぐらいのペースで行ってた。週2くらい。週2か、行ってたのよ、2人目産んだあたり、はい、でもやっぱり月1だったの、はい、だから速攻で戻っちゃうじゃん、はい、そうですね。骨盤が、骨盤矯正が一番なんか産後ダイエットで、うん、大事な気がします。似合ってます。でも嬉しい。私中顔面メイクしてるんですよ。寄るやつ。あ、そう、中顔面メイクっていうの。はい、中に寄るようにってこと。そう、下に。あ、下に、ね、あの子犬みたいな。あ、そうです。なるほどね。結構下目にオーバーに、うん、かわいい。ここに茶色のアイシャドウを置くとめっちゃ軽いのに、結構ギャルになりますね。ここがポイントです。結構ギャルにしていいんですか。え、めっちゃギャルにしてほしい。あ、本当ですか。すごい似合ってます。本当嬉しい。私かわいいっていう雑誌があったのね、前に。それが結構ギャル雑誌で、うん、それこそ白ギャル系の白雪ガールズっていう担当だったの、うん、白ギャルメイク映えるような顔立ち。涙袋を描いていきます。涙袋用っていうわけではない。これもともとダブルラインなんで、こうまぶたの涙袋用ではないです、うん、ではない、はい、ダブルラインって何。目もぼかしますね。綿棒でぼかすんだ。私ギャルの人とあまり会う機会がないから、うん、めっちゃ緊張してたんだよね今日。怖かったらどうしようとかね、はい、ギャルの中でも、うん、こう穏やかな方です。穏やかな。ブランディング的にはブランディング的にはどうでしょう。ギャルってそういう風に見られますよね。なんか、うん、怖いのかなみたいな、うん、なんか逆にそうやって思われてることがなんかこう神秘的です。神秘的はい、だから私逆に清楚のことを喋る時の方が緊張します。気使っちゃいますね。傷つけないようにとか。傷つけないように。ギャル結構ズバズバ言うかな。そうだよね、はい、憧れた。そういうなんかズバズバ言えてとか、はい、でもおしゃれで、はい、なんかクラスの中心にいて、うんうんうん、クラスの中心のギャルはちょっと不良混じったギャルだから怖いですよ。あ、そっか。そうじゃないギャルなの。そうです、一応不良ではない。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 産後とか、ほんと付きっきりじゃん、子供と。うん。その時でもメイクとか結構してた。してました。もう学校すっぴんに行ったこと多分ないです。寝不足になるしさ、うん、手かかるしさ。でも、まあ、そのすっぴんで行く方がストレスになるっていうか、そのメイクするのモチベ。うわ、ファッションも結構妥協しなかった、うん、さあ全然しない。概念、16歳、17歳とかなんで、うん、妥協しなきゃいけない概念すらない。ただ自分の好きなファッション、うん、好きな系統のギャルも強かったんで。あ、そうなんや。バチバチでしたね。バチバチ。はい、それこそもう喋りかけづらいギャルみたいな。あ、そうだったんだ。高校卒業して、大人になるにつれて、落ち着いてた、はい、好みが変わった。変わった。好みが変わると、性格も変わる。変わるかもしれないです。昔のがオラオラしてました。なんて16歳の時とかは、その周りからもママって思われてないんで、うん、病院とか行くじゃないですか、娘も、うん、私、お母さんといつも3人で娘と行動するんですけど、うん、私、お母さんと分かってるのに、病院の先生は私にじゃなくてママにいろいろ説明するの気まずいみたいな、こっち向いてくださいって感じで、ね、そう、そういうのはちょっとじゃあ悔しいっていうか、いや、なりました。逆におもろい、そのなんかカオスすぎてカオスすぎてその場を楽しんでました。強いな。超かわいい。めっちゃかわいい。嬉しい。松役用のマスカラなんですけど、ちゃんとボリュームが出るんで
結構ギャンギャンに。ギャンギャンに。私まつげがチャームポイントと言っても。いや確かに、はい。結構キュッと。ね、まつげパッチリだよねめっちゃ。抜け毛とかさ、切れ毛とか、やばくなかった？サンマのこと覚えてる？覚えてる。前髪切れなくなっちゃって。やっぱり毛の問題結構だるいです。だるいよね。はい。育毛剤でしたっけ？なんか髪の毛伸ばす薬？うん。とか言ってました。サプリとか超飲んで。ええー。したら結構復活早いんですよ意外と。ええー。似合ってますよめちゃくちゃ。めちゃくちゃ可愛い。本当？めちゃくちゃ可愛い。ちょっと待ってめっちゃ嬉しいよ。下まつげもやってる。下まつげは、ここの目尻だけに。目尻だけに塗るの？垂れ目にしたいんでここだけ。面白い。がもうポイントです。私垂れ目に見せるの結構メインなんで。うんうん。こだわりとかは。眉毛切りますね。はい。眉毛のポイントは、もう平行に結構甘い顔に見せたいんで、うん、眉結構大事なんですけど、うん、平行。平行っていうのがポイント。ふんわりなんかキリッとした感じよりか。ふんわり。眉マスカラとか塗ってます？塗ったりしてる。最近します。明るい眉マスカラは全然やってない。そう、眉毛が消えるというか。あ、そっか、強調しない方がいいんだもんね。うん、黒眉を消す。ローズシャドウ、いらない。え、どうする？いや、でもあった方がちょっとやるっぽくなるんで。ちょっと入れましょう。普段やってますか、ローズシャドウ？撮影の時とか、ちょっとだけ入れてもらったりとかはするけど、メイクに合わせて。自分では入れ方も分かんない。目の近くとかに入れる印象があるけど、はいはい、そうですね、ここに入れると夏に深くなるとか言うんですけど、私結構甘顔が好きなんで。そっか、それにコンシーラーとかしてる。あ、逆に？で、目離れさせて。あ、へぇー。平たい顔、うん、あえて？あえて。お、いい感じです。めっちゃいい感じです。いい感じ。はい、めっちゃいい感じ。大丈夫。はい。ハイライトだっけ？うん。鼻先だっけ？筋はいかない。そしたらチーク、はい、チーク結構重要なんですけど、うんうん、ピンクですね。アイシャドウの色と全然統一させた方がいいんで。ああ、そうなんだ。色違うと本当大失敗。へえ、そっか。え、めっちゃ可愛くないですか。え、変わった？チークで超可愛い。え、嬉しい。顎にも入れていきます。うーん、顎にも入れるの？ちょっとだけ顔をこうか。へえ。鼻先にも入れるんですけど、最近結構流行ってて。あ、そうなの。そう、鼻付けに入れるの。チーク、中国とかで、ね、へぇー。こういう印象に。どうやって塗ろうかな、ハイライトの塗り方。30過ぎると思う。ほうれい線とかもそうなんだけど、顔の疲れ、うん、気になってくるからさ、うん、全然何にも。今ギャルで流行ってる言葉って何なの？え、何だろうな。何でもいいや、ポーズとか。ポーズ困ったな。あ、これなんや、はい、これなんだっけ、ギャルみたいな。裏ピ。あ、裏ピだよ。テレビの収録とかでも、うん、こう若い子たちと共演とかしたら、うん、なんかこうそのポーズ古いですとかって結構言われるようになってきたっけ、はい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 、別に自分がおばちゃんとは思ってないんだけど、うん、周りが若いからちょっとおばちゃんっぽくなっちゃうわけ、うん、そこを打破したくて、うん、最新のポーズとかちょっと教えておいてほしい、うん、ハートとかどうしてんのよ。ハートは、あ、これなんや、うん、キュンですよ。はい、今もやっていいのこれ。全然。でも遅いって言われるかもしれないですけど、もう潰し方してください。気にすんなってことか、はい、すんなもうまやん。はい、リップですね。塗っていいの？あ、はい、お願いします。えいのこれ塗って、はい、最初薄く塗って、なんか塗りませる。はい、まあ、こんぐらいでいいかもしれない。これで化粧品。化粧品。ギャルはだいたい言葉法を訳す。コンタクトのことをさ、ギャルコンって言ってたもん、ね。はい。なんか無意識に全部やっ。ギャルコンって思うよね。ギャルソンと思って。ギャルソン。人中短くする。面白い、思った。結構可愛い。鼻の下と唇。はい、そうですね。あと影、ちょっと縦線入れると結構可愛い。へえ、ここが短くするのがやっぱ流行ってる。そうですね。可愛い顔の。めっちゃ可愛くないですか？え、そうですか？本当にやってません？本当に超やってます。ギャルになろうかな、今から。
ゃ気持ちも強くなりません？気持ちめっちゃ強くなってきた。え、わかりますよ。だって私すっぴんの時とメイクした後と全然違います。性格？はい。変わる？変わります。すっぴんの時なんかあんま人の顔見て喋れないです。そうなの？はい。ジュリーのさ、塗るポイントは？なんか濃く塗ると、結構、芋っぽさが軽減される気がします。へぇということで完成しました。めちゃくちゃ可愛いです。ドライのベースのお顔が目はっきりしてるし、結構映えてます。映えてる。メイクがありがとう。自分で言うのもなんないけど扉開いたなって感じ。面白系になっちゃうのかもと思ったの。いけんな。めちゃくちゃ可愛いです。上手に合ってます。こんなに目って大きくなるんやって思う。うるうるしてる感じがせいなちゃんっぽい。ありがとう、貴重な経験を。ありがとうございました。嬉しい。楽しかったです。いや、めっちゃ私も楽しかった。ありがとう、新しい私を見つけて。本当にせいなちゃんに教えてもらったことは、ギャルメイクもそうなんやけど、周りを気にしないってことと、はい、自分が自分の気分を上げることで余裕が逆に持てて、うん、子育てもそうやし、日々楽しく過ごせるっていうこと。ということで今回はせいなちゃんとコラボでギャルメイクをしてもらいました。せいなちゃんのチャンネルでも私たちいろんなお話をしていますので、そちらもみんな見てください。はい、今回の動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。はい、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。